はい、どうもコミです。さて本日はスペリオアイーターさんからお届けしてまいります。今日はですね、ドラゴンを使っている時になぜか全開できないなっていうね、悩みを持っている方にぜひ見てほしい動画になっているんですけども、これね、僕もね、なかなか言うは簡単だけどやるのが難しいっていうテクニックで、まあ、とはいえまずですね、これ分かっておかないと絶対ドラゴンうまくいかないというふうに僕断言できるポイントなので、そこをね、今日は動画見ながらお伝えしていただけたらというふうに、いけたらというふうに思います。で、ですね、まずはこれから見ていただこうかなというふうに思うんですけども、ハッピーさんのアタックですね、ちょっと2本連続ハッピーさんいきます。スーパードラゴン使っているんですが、ちょっとね、これね、アワヤっていう場面になってるんですね。その、まあ、アワヤっていうところを、修正結構頑張って、なんとかね、全開まで持ってったっていうリプルなんですが、じゃどこがアワヤで、まあ、そこからどういう風に全開持っていけたのかというところね、ちょっと細かく見れたらというふうに思ってます。で、プランニングを先に解説すると、ここをクイーンで潰すんですね。クイーンで。で、こっちからキングを出していきながら、スーパードラゴン、ここですね。スーパードラゴンを出していきます。こんな感じでぐるっと回していくんですけども、クイーンがやっぱいないから、外周のカットがね、少し甘くなるんですね。で、どうなるかっていうと、真ん中残っちゃうんですよ。で、今回ハッピーさん、このアタックはロックボマーを使ってるじゃないですか。このロックボマーを中心、この辺に入れてきたかったんですね。なんだけど、そこに入る前にね、ボマーが割れちゃうんですね、これ。ドドドッとでダメージを受けまくっちゃって。で、中心部分に入ったスーパードラゴンとかいるじゃないですか。2体入って、ボマーも入ってるんで、良さそうに見えるんだけど、こっからっすね、こっから。ガーッとボマーが下の方に流れちゃって、で、さらにこのエアスイーパーで、どん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 こう外にね、吹き戻されていきます。で、さらに中心部分のスーパードラゴン、爆弾を受けまくって、で、これで落ちちゃうんですね。はい、そうすると、これは困ったって話なんですよ。この部分のマルチインフェルノがすごくアプローチしにくくなっちゃって、外周にドラゴンがめっちゃ流れちゃってるのがわかると思います。で、まあ、ドラゴンをする場合に一番気をつけなきゃいけないことっていうのは、中心部分にあるこの辺ね、の主力防衛、特にマルチインフェルノ、まあ、シングルインフェルノがあった場合はもう最悪ですね。それを絶対に処理しないと、ドラゴンってうまくいかないです。ドラゴンって、タウンホール9とか8からそうなんですけど、割とね、外周回りやすいんですよね。で、そこをなんとかして中心に入れていこうと思うからこそ、そこに罠を配置したりして、ドラゴンが中心に入ってこないように、結構ね、なってる村多いんですよ。で、今回も、今、呪文残しておいて、ここね、スーパードラゴンとドラゴンライダーが、こっからぐーっと入ってきたのを見計らって、フリーズの呪文ガーって打ってきましたね、ここにね。打ってたと思うんですよ。で、こうやってハッピーさんも意地でも中心部分にドラゴンを入れて、そいつを延命させるっていう判断に、持っていったわけなんです。判断をしたわけなんですけども、もうそれが大成功ですよね。したおかげで、最後、ロイヤルチャンピオンがシールドを残した状態でこうね、生き残ってくれたので、それでなんとか、ギリ全開まで持ってきたって感じですね。かなりこれは多分際どかったんじゃないかなと思います。ハッピーさん、ヒヤッとしたんじゃないかな、このアタックは、さすがに。ただまあ、そこね、使い慣れてるからこそのリカバリがね、うまいですね。かなりいい感じに入っていって、このまま全開という格好になってます。で、もう一本ね、ちょっと見ていこうと思います。これですね。二本目。で、2本目のアタックっていうのも、やっぱね、中心部分にどうやって入れるかっていうところがポイントになってきます。で、ハッピーさんのアタック、かなりドラゴンが多いので、使い慣れている方なんですよ。でもやっぱり中心部分に入れるのって、もうドラゴンを使う上では勝敗に分かれるポイントなんで、勝敗が分かれるポイントなんで、相当気を使っていくんですね。で、今回はドラゴンライダー、ここから出していって、スーパードラゴン、ここから出していって、ドーッとね、中心部分に入れていくために、この部分、過去でカットしてますよね。これはドラゴンがこういう風に行った時に、そこから外に漏れず、ちゃんと中の方に行ってくれるように、外周部分を念入りにカットしてるんですね。で、最初にやっぱスパドラも外周から出して、それから中心部分に入っていく、本体を出していくっていうパターンにしています。これがちゃんとこのマルチと透析機の方に向かっていくんですね。ただね、この村難しいのは、このマルチ透析機のところに結構隙間があるじゃないですか。こういう風に隙間が空いてる村っていうのはドラゴンの誘導がすんごくしにくいんですね。なので、
ドラゴン攻めを中心にしている人は、まあ、もし、ね、味方がこういう村やってくれるんであれば、自分は別の村に行った方がいいかもしれないですね。これね、やっぱり、ドラゴン使いにとっては少し難しい村だと思うんですが、そこをやっぱ使えないというからこそ、ここね、カットをしておいたんで、スパトラがこっちに溜まってますよね、こっちに。なんで、そのまま中心部分にもう向かうルートしかないんで、そっちに行ってくれるっていうわけなんですね。1体外周にそれましたが、まあ、これぐらいは全然許容範囲というか、むしろそれてくれたことによって外周部分のカットをしてくれて、逆に時間短縮になっていいですね。でロイヤルチャンピオンはここから外周ぐるっと、掃除していくという形になります。だからこの誘導はでもマジでうまいんですね。正直ここまで誘導できるドラゴンプレイヤーって結構いないんじゃないかと思うな、個人的には。このスーパードラゴン2体しかいないじゃんとか思うかもしれないですけど、この2体を誘導するのがめちゃくちゃ重要で、こいつらが今中心にあったこの部分を全部ね、投石インフェを破壊してくれたからこそ、このロイヤルチャンピオンがここから出すことができてるんですね。この真ん中のインフェとか投石がもし残って全部ドラゴンが外周にぐるーってこうね、歩いてしまっていったら、これも完全に終わりになってますんで、そういうところのね、やっぱりドラゴンの誘導みたいなところに対するテクニックっていうのもね、本当ドラゴンを使う上では必須になってくるんで、ぜひね、こういうのを参考にしてもらえたらというふうに思います。ナイスアタックですね。残りは大砲だけこれを回収して全開という格好になります。うまい。さて、ラストですね。もうなんかね、今回あれですね、このネームレスなんていうクランとなんか2回ぐらいプレ戦やってんですね。よく当たってんなと思いましたけど。ネームレスさんのこれかな、ノアさんのアタックですね。で、今回はドラゴンライダーのハイブリッドです。で、ここのね、マルチがね、すごくやっぱ落としにくいんですよ。ドラゴンとかが来てもいいように、一時期ドラゴンめっちゃ流行った時によく見た配置なんですけど、何も置かないですね。ここに何も置かないもんだから、みんなドラゴンがぐるーっと外周を歩いてるうちに、このマルチインフェルノが攻撃だけしてきてドラゴン全部焼き切っちゃうみたいなね、まあ、そういうね、いやらしいね、その配置なわけなんですけども、そういう配置を攻める場合に、まあ、一個面白いアイデアっていうのは、あえてこの辺を少し残しておいて、ドラゴンここから出すんですけども、こういう風に散らせるんですね。こういう風に散らしていく。だから この面を作るんですよ。本来面を作るときってドラゴンってこういう面を作っていくようなイメージで考えるんですけど、そうじゃなくって斜めに面を作るんですね。こういう風に。これかなり上級者のテクニックだと思うんですけど、それノアさんうまくやってますよね。ドラゴンたちがこう斜めにね、面になって向かってるのがわかると思います。ファンホールにはしっかりドラゴンライダーと、バルーンですね、レイジをかけて落としていって、で中心部分のこのマルチインフェルノゾーンに向かわしていきます。それでもね、ここまでやっても見てほしいんだけど、向かわないんですよ。これ見てほしいんですけど、マジで向かわないでしょ。ほらドラゴンライダーが一体だけしか行ってないんですよ。こいつがやっとここにアプローチしてくって、こんなもんなんですね。しかもこれほら、こう黒爆弾とか動いちゃって、これでやっぱりこう守っているんですよ、この真ん中のマルチを。でそいつに焼かれまくるから、ノアさんここにフリーズ打ってますよね。これぐらいドラゴンを使う上で中央の防衛を壊すのって難しいんですよね。罠がどんどん出てくるじゃないですか。でこのマルチに絶対に近寄らせないぞっていう意志をもう強く感じますよね、この村ね。でもやっぱり罠が解除された後に一体ドラゴンライダーが向かってくれたんで、こいつがね、このマルチを落としてくれたおかげで全開まで持っていけたと言っても過言ではないかなっていう気はしますね。危うい感じでしたけども、何重にもね、ユニットが向かってくれたんで、まあ、それがあったおかげで、しっかりね、前回まで持っていくことができました。ナイスタラですね。ということです。なので、ドラゴンを、今、まあ、ドラゴンをっていうか、その今、いろんな、そのクランと戦う中でも、配置課題だって思うこと多いと思うんですね。まあ、それって、この配置のコピーっていうのが、いろんなサイトなり YouTube から簡単にできるようになっちゃってるんで、攻めはそんな上手くなくても、配置が強いっていうクラン、たくさんあると思うんです。で、そういう時に、ドラゴンやろうと思うと、今のこのね、最後のアタックみたいな感じで、ドラゴンやらせないように真ん中のインフェルノをね、孤立させて、罠をガンガン固めるとか、そういう嫌な配置が結構あるので、そこにね、アプローチするにはどうしたらいいかっていうところ、今の3本のリプレイ参考にしてもらいながら、ここを絶対に真ん中にユニット持っていかないとドラゴンは失敗しちゃうので、どんな場面でもそうです。
これはね、花火をするにしても花火が強いのってタウンホールを壊しながら真ん中にスパコンがアプローチしていくから強いんですねっていうところがあるので、同じですね、ドラゴンする場合にはとにかく真ん中をしっかり落とす、これをね意識しながらやってみてもらえると、そしてやる方法としては今回ね見てもらったようなパターンで、いくつかね手札を持っておいてもらえると、前回までの道がこう開けてくるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ参考にしてみながらやってみてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日はドラゴン編成を使う時のこれだけは押さえておいてほしい注意点ということでお話をさせていただきました。こんな形で僕のチャンネルですね、クラン対戦の解説の動画中心にやっております。タウンホール13、14に関して、主にね動画出しておりますので、ぜひこの動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。